教えて園長先生。今日は子どもたちに新型コロナウイルス感染症についての保健指導に行ってきます。新型コロナに負けないための3つの約束を言おうとしたけれど、覚えてるかな？もう一回お話をします。で、よく聞いててください。はい。じゃあ今から始めます。新型コロナってなんだろうな。怖い魔女かな。変な車かな。いやいや、そうじゃないんだよ。人の体に悪さを働く目に見えないほどの小さなやつら。新型コロナが体に入ると熱が出たり咳が出たり寝込んじゃったりするんだな。宮保育所では新型コロナウイルス感染防止対策に気をつけています。そういえば園長先生、何？この間ね、お家の人がお家でも新型コロナウイルスとても気になるんだけど子供がちゃんと手を洗ってくれなくってっていう相談があったんです。そうよね。そんな時はどうしたらいいのかしら。その通り。保育所でもね、保育所に先生おはようって来たら一番に手洗いをするんだよ。その時はね、子供たちの知っている歌に合わせてすると隅々まできれいに手を洗うことができるんだよ。子供たちが大好きなあのキラキラ星、そうキラキラ星の歌に合わせて洗うといいんですよね。そうだよ。では子供たちが歌に合わせて手を洗っているところの様子があるからね。それでは皆さんご覧ください。いくよ。お願い洗い、手のひら洗います、滑り台洗い、手の甲もきれい、間をこすります。いけた？次じゃあいくよ。小さなバイクがブンブンブン、親指忘れずに、狼洗い、爪の間は丁寧に、大きなバイクがブンブンブン、最後に手首を洗います。きれいになった？じゃあ石鹸を流してください。きれいな。すごいすごい、ちゃんとお話聞いとったんや。はい、じゃあどう？手きれいになったかな？ピカピカ？さあ、きれいになりました。こうやって洗ってます。はい、きれいになりました。こんな風に保育所では手を洗ってるんだよね。これでバッチリ、手洗いバッチリだよ。ね、こんな風にいろんなこと、子育てで困ったなって思うことがあったら、宇都宮保育所に相談に来てください。はっ、ダメダメ。そう、今はコロナウイルスで保育園に来ることはできないけど、お電話を使って相談に来てくださいね。待ってます。